成長期のためのケア、膝の痛み、ボスグッド病のケア方法をご紹介します。太ももの前とのつながりのある股関節の前のストレッチです。床に膝をつくため、痛い方はタオルなどのクッションを使ってください。足を大きく前後に開きます。そのまま腰を下に落とすように、伸ばしている方の股関節の前を伸ばしていきましょう。できる方は右手で足首を持ってお尻の方に引っ張ります。左手でも引っ張ってみましょう。少し伸びる場所が変わります。腰を反りすぎたり、上体が前に倒れすぎたりしないように、胸を張って腰を真下に落とすと、より股関節の前が伸びます。横向きになり、上の足の膝を曲げます。足に手をかけて後ろに引っ張りましょう。下の足のかかとを上の足の膝のところに添えると、より太ももの前が伸びます。さらに伸ばしたい方は、お尻を締めるように力を入れると、さらに太ももの前を伸ばすことができます。ボスグッド病は太ももの前の筋肉が硬くなり、膝のお皿の下の部分が痛くなる場合があります。まずは太ももの